オカルト部の最大の試練が始まる。ここは？いえ、ででいきなり何なの？どうやら絶望プリズンに連れてこられたみたいですね。なんでだよ。一体どうして？あ、見て、あそこ。あれは？あ、キスケ戻ってきたか。ケイスケくん。ケイスケ。みんな。ケイスケくん、よかったです。本物のキスケだ。そうか。俺は今まで本当にすまなかった。もういいんですよ、謝らないでください。そうだよ、キスケの抱えていたことも全部分かったし、みんなで支え合うのがオカルト部なんだから。うん、みんな本当にありがとう。たく、手間かけさせやがって。これでキスケ君も戻ってきたことですし、オカルト部完全復活ですね。そうね。じゃあ早速みんなで復活パーティーよと言いたいところですが、一体どうして絶望プリズンに連れてこられたんでしょう。そうやな、それに関してはまだわからんわ。そうだね、もうキスケ君の状況は終わったはずなのに。はい、ご苦労様。どうも皆さん。なんだよお前ら、これから復活パーティーしに行くんだよ。なのに何を仕掛けてきたんだお前は。猫彦、それに共同。ねえ、なんで私たちここに連れてこられたの？それは、いつも通り信之の記憶を戻すのと、お前らに感謝を伝えるためだ。感謝？なんだ感謝って。まあ、確かにドッペルゲンガー退治お疲れ様でしたって言われてもいい立場だと思うんやけどさ。はい、これでドッペルゲンガーはほぼ全て退治できました。おめでとうございます。今までよくやってくれたな。え、これでドッペルゲンガーの事件はもう起きないってこと？ああ、多分ね。じゃあ信之君の記憶は？ああ、今回で全ての記憶は戻るはずだぜ。は、本当？よかったですね、信之くん。でもさ、その記憶は、もしかして、絶望なんじゃないか？さあ、全てを思い出す時だぜ。うん。その瞬間、俺は急にめまいがしたい。その場に倒れた。犯人扱いされたような前の記憶で、その後の話かな。ここはどこだ。まるで施設のような。ん、あそこに誰かいる。どうしたんだ。やだ、もう誰とも関わりたくない。あんなに信じていたのに、人は平気で裏切る。これは俺の記憶なんだよね。それじゃあこの人は一体。人は平気で見捨てる。それならもう誰とも関わりたくない。もう人のつながりなんて俺にはいらない。俺はずっと一人でいいんだ。この声、それにこの絶望感、覚えがある。そうか、俺はあの事件をきっかけに友達を信じられなくなって、人との関わりを捨てたんだ。だよなって感じやな。そうだよな、やっぱり絶望の記憶だよなって。はっ、出てきた。とうとう信之の見た目がこんな感じの見た目だったんじゃん、お前。その帽子なんだ、お前。なんだ、その帽子。半分赤と半分青の仮面ライダーダブルみたいな感じだよ、お前。ヒート、トリガーみたいな感じの見た目だ、なんだ、お前。こんな見た目だったんじゃ。よう誰にもその帽子の色のことを突っ込まれんかったな、お前、これまで。
今のは信行くん、大丈夫？さあ、今のは全ての記憶は戻ったはずで。信行くん、本当ですか？うん、全てを思い出したよ。それで自分が何者か分かったの？それは今思い出した記憶の中に、人との関係に絶望して引きこもって怯えている少年が見えたんだ。怯えている少年？それって一体？彼は怯えながらずっと一人でいいとつぶやいていた。とても辛い経験をした彼は人との絆に絶望していた。おい、信行、それって。その少年の顔は俺だったんだ。それってどういうことですか？俺はその少年のドッペルゲンガーなんだ。お前もかい！お前もドッペルゲンガーだったんか？今なんて？嘘だろ？にゃあ、やっと思い出したようだな。お前知っとったんかよ。そうです、あなたは最初ここに来た時からドッペルゲンガーだったんですよ。そんな次は信行がドッペルゲンガー？本当なの？うん。でも一体どういった理由でドッペルゲンガーに？それは、俺は中学の時、親が転勤族でいろんな学校を転々としていたんだ。だからあまり仲のいい友達ができなくて。でもとある学校で正樹くんという子と仲良くなったんだ。うん、それが一番最初の記憶。その子は活発でリーダー気質な子で、いつも仲良しメンバー数人で遊んでいたんだ。いつものように遊んでいたある日、俺たちは修学旅行で見た焚き火を真似しようってなったんだ。焚き火？うん。ちょうど学校の裏山に洞窟があってさ、そこに落ち葉を集めて火をつけて願いを書いた紙を燃やそうって。当時の俺は子供だけで火を遊ぶのがなんとなく怖くて、一人洞窟の外で待ってたんだ。そしたら中から煙と助けを呼ぶ声がして、急いで見に行くと、みんなが倒れていたんだ。うん、一酸化炭素中毒だった。そんなそれニュースで見たことがあります。うん、かなり悲惨な事件だったから全国で放送されたはずだよ。結局その事件では二人が亡くなり、俺以外の正樹くんを含む三人は助かったんだ。俺たちはその後警察に取り調べを受けたんだけど、そこで正樹くんが焚き火をやろうと言い出したのを俺のせいにしたんだ。そうなんだよな、裏切られたんだよな、あの正樹に。そんな、彼の親は市議会議員だったからね、親には迷惑をかけられないし、とっさについた嘘だったんだろう。生き残った二人の子たちも、正樹くんに口裏を合わせて、俺が首謀者だと嘘をついたんだ。俺は大人たちに責められた。必死に訴えたけど、誰も俺を信じてくれなかった。ひどい。信行くんは悪くないのに。じゃあ、信行のその腕の火傷の跡は？その時、洞窟でみんなを助けようとした時の傷だよ。そして、初めてできた大事な友達に裏切られた俺は、人間不信になり、他人を信じられなくなった。学校へも行かず、引きこもって、とにかく全ての人との関係を絶ったんだ。そんな感じだったよな。そうして、人とのつながりに絶望し、俺というドッペルゲンガーは生まれた。まあ、言っちゃいけないかもしれんけど、
ファッションセンスとか見た目は、なんか、ドッペルゲンガーになる前からドッペルゲンガーみたいな見た目だったけどな。これが、俺が生まれた理由だよ。そうだったのね。お前は助けようとしたのに、ダチに裏切られるなんて、ひどい話だな。信行くんの過去に、そんな悲惨なことがあったなんて。かわいそうすぎるよ。あのさ、信行くんがドッペルゲンガーになった理由は分かったけど、信行くんがドッペルゲンガーだとしたら、一体どんな悪さをしてたの？え？だってほら、ドッペルゲンガーは必ず何か悪さをするはず。ああ、そうだな。ほうやな、悪さなんかしてない。なんか悪いところ裏でやってたんか？ドッペルゲンガーは自分の絶望にまつわる悪さをする。でも信行くんは何も悪いことなんてしていません。確かに。いいや、このドッペルゲンガーも例に漏れずちゃんと悪さをしていたぞ。でもそうは言っても何も心当たりが。何もしてないよな信行くん。なんかしよったか。うん、どうやら自分の口では言えないようだな。なんだ。ふみさんのおっぱいを写真を見ながらゲラゲラシコシコやってたか。まあそれもそうか。お前がやろうとしている悪さはタチの悪いものだしな。タチの悪いもの？俺も今は分かったんだ。俺がというドッペルゲンガーがやろうとしていた悪さ、それはみんなと過ごしてきた記憶、友情や絆を全部奪おうってことだったんだ。それ一番やっちゃダメなやつだ。絆を失う？どういうことですかそれ。こいつを浄化するとこいつにまつわる記憶が全部なくなっちまうんだよ。それって、信行本人も、そしてお前たち全員も、信行のことを全部忘れちまう。そんな、嘘だろ。そんな物語の最後は嫌だった。それに、こいつの本体は、お前らの町からはずっと遠くに住んでいる。再び偶然出会う可能性は、ほぼゼロだ。そうか、お前そんな顔でよく言えるな、お前。猫彦。じゃあ、このまま、信行くんが浄化されると。まあ、お前たちは、リロと再会することはないだろうな。そんな。でも最近でさ、通話サービスとか、スカイプとか、ディスコードとかいう通話サービスがあるから、話はできると思う。あ、でも記憶なくなってるな。どうして？友達を突然失うって辛いよな。心が張り裂けそうだよな。そう。その、友達を失う辛さを、お前たちに感じさせることこそが、こいつがやろうとしていた悪さなんだよ。人とのつながりに絶望し、過去に友達に裏切られ、友達を失うことの絶望をよく知っている、こいつらしい悪さだよな。消えようとしてたんか。最終的にはみんなの前から消えようとしてたんか。やだ、忘れたくない。せっかく友達になれたのに。マチさん、そうだよ。これでさようならなんて絶対に嫌。せっかくに友達になれたのに、そんなの悲しすぎるよ。いや、おい信行、お前の狙い通りになったな。お前らは今までこいつと一緒に学園生活を過ごしてきて、互いに悩みを分かち合い、徐々にかけがえのない大切な存在になっていった。だけどまあ、信行、お前もバカだよな。こんなことをして辛いのは、苦しいのは周りだけじゃない。お前も辛いだろ？そうか。そりゃ辛いだろうな。
友情が芽生えたのは相手だけじゃなくて自分もだからな。うん、そうだね。本当の俺はいろいろなことがあって人とのつながりなんていらない、ずっと一人でいいんだって本気でそう思っていた。でもこうしてオカルト部のみんなと出会えて、一緒に日々を過ごしていくうちに、それが楽しくて幸せで、自分がずっと忘れていた人とのつながりの良さを改めて気づかされたんだ。そうだな、だんだんドッペルゲンガーとは、ドッペルゲンガーの自分とはかけ離れた存在になっていってしまったんやな。ナベヤキ君、ごめん、みんな本当にごめん。俺はみんなを忘れたくない。みんなともっともっと一緒にいたい。せっかく仲良くなれて、やっとできた友達だったのに、なのに消えなくちゃいけないなんて、みんなのことを忘れなくちゃいけないなんて。鍋焼きくん、なんてジレンマだ、なんてジレンマが起きてるこれ。消さなくちゃいけないけど、消えたらみんなとのつながりはなくなってしまう。悲しい宿命だった。そんなの僕も嫌ですよ。オカルト部のみんなでやりたいことがまだたくさんあるんです。それなのに、ノブイク君がいなくなったら、もうオカルト部のみんなではなくなってしまうじゃないですか。そうだな、シロ。ノブユキ、私、あんたのことを忘れたくない。ずっと覚えていたい。マチさん、私だって嫌だよ。ルイ君、ノブユキ君、もっと会ったと早く友人になれていればよかった。こんなのあまりに早すぎるわ。まだ私を助けてくれた恩返しだってできていないじゃない。フミさん、てめえ、大事な友達に流して本当にこれでいいと思ってんのか。風に記憶消すとかふざけんじゃねえぞ。しんのすけくん、信行、お前がいなかったらこのメンバーは集まってなかった。お前は俺たちを引き合わせてくれたんだ。だからお前なしじゃオカルト部とは言わねえんだよ。俺はこれで二度とお別れなんて絶対に認めないからな。俺は絶対にお前を思い出してやるからな。キスケ、さてそろそろ浄化の時間だね。ちょっと待ってください。何か延幸君を浄化しないで済む方法はないんですか。それは無理だな。どうして。もうドッペルゲンガーの正体も動機も分かっちまった。こうなった以上ドッペルゲンガーは浄化しなければならない。それが絶望プリズンのルールだから。ネコヒコやめてくれ。いくらでも積むからやめてくれ。なんだったらフミさんのおっぱい揉ませてあげるから。そんなくそ、そんなのってないよ。そうだ、写真撮ろうよ。え、でもこんな時に。こんな時だからだよ。ナビユキと一緒に写真を撮っておけば、記憶が全部なくなってもナビユキのことを思い出す手がかりになるかもしれないじゃん。そうだな、修学旅行の時だって写真撮ろうとして記憶うまく撮れずじまいだったもんな。そうだよ、最後の最後の時だからこそ撮ろうぜ。賛成です。ぜひ撮りましょう。シロ、ほら皆さん笑ってください。
正確写真は撮るんですから。こんなのいつものオカルト部じゃないですよ。僕たちはいつももっと笑ってるじゃないですか。そうだな、みんな笑おうぜ、いつもみたいに。うん、みんな、はい、じゃあみんなこっち見て。しんのすけ、あんたをもっと真ん中に呼びなさいよ。ああ、ふみちゃん、もうちょっとだけ笑おうか。こうかしら。いいよ、いいよ、そんな感じ。慣れてないやな。かわいい。それじゃあタイマーつけるよ。はい、スタート。るいちゃん、早く早く。私これでいい？うん、もっとこっち寄って。うん、みんな笑顔ですからね。ふみちゃん、ちゃんと笑顔キープできてる？多分。慣れてないんだよ、慣れてないんだからな。しんのすけ、どこ向いてるの？俺は別に。ちゃんとカメラの方向かなきゃダメですよ。ちょっと、これちゃんと入ってる？もっと近づいた方がいいんじゃ。あ、でももう時間が。入ってる。みんな、ありがとう。俺はみんなと出会えて本当に良かった。もしまた出会えた時にはさ、俺をオカルト部に誘ってよ。またいつか会おうね。なんか一つの映画を見たような感じだったな。まさか最後のどんてん返しで信行があんな感じだったと。まあもう声が出んぐらい。やばいなこれ。京都アニメーションで映画化してくれん。お前邪魔だよ、お前は。ここまで来てお前仕事するんじゃないわ、お前。よかった、このゲームただのなんか デスゲームものかなと思っとったら、ほんまに感動できるような内容だった。前にあったトラワイの館もそうだったけど、友情って言葉やけんな、よりこっちの方がずしんとここに来た気がする。ありがとう絶望プリズン、ありがとうスタジオわさび。さだかめ戻ってきた。というわけで皆さん、絶望プリズン最終回ご視聴いただきありがとうございました。また後日スタジオ、もしかしたらじゃないな、スタジオわさびさんのゲーム、また次回作プレイできたらいいなと思います。今回はここでご視聴終わりです。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。また、俺の他の動画の方もよろしくお願いします。というわけで、仕上げ。